ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおお。リンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、1979年昭和54年から放送された西部警察を、シリーズ全体として解説したいと思います。内容は知らなくても、グラサンに大爆発というイメージなんだぜ。このドラマも昭和を象徴するバブルなテレビドラマだったわ。詳しくは知らないが、莫大な金がかかってるのは間違いないぜ。そのあたりの凄さが伝わるかわかりませんが、頑張って解説するわ。知らない人も楽しんで。知ってる人は改めて、どっぷりと懐かしい昭和時代を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。西部警察。もう40数年も経つ作品とは思えないぜ。西部警察。西部警察は、日本のテレビドラマ。1979年10月から、1984年10月にかけて、テレビ朝日系列で、全3シリーズが放送されたテレビ朝日。テレビシリーズ、西部警察、パート3までの正式社名は、全国朝日放送、だった。石原プロモーション制作による刑事ドラマシリーズである。主演は渡哲也。テレビシリーズ、西部警察。1979年10月14日から、1982年4月18日、パート1。テレビシリーズ、西部警察パート2。1982年5月30日から、1983年3月20日。テレビシリーズ、西部警察パート3。1983年4月3日から1984年10月22日。テレビスペシャル、西部警察スペシャル。2004年10月31日。概要。派手な銃撃戦やカースタント、さらには巨額の費用を投じた爆破シーンなどが人気を呼び、放送期間が5年間に及ぶ長期シリーズとなった刑事ドラマ。制作にあたっては、1976年より日本テレビ系火曜21時枠で放送された。大都会シリーズのレギュラーキャストのほか、スタッフ陣の大半も同作から引き継いでおり、放送局こそ違えど大都会の実質的な後継シリーズとなっているわ。一方、放映時間が20時台に繰り上がったことから、後述のスーパーマシンの登場や、少年を主役とした、エピソードが多作されるなど、ハードアクション路線だった。大都会よりも若年ファミリー層を意識した作風となっているぜ。大都会パート3では、犯人を容赦なく射殺する描写が顕著だったのに対し、本作では逮捕拘束に留まる場合が多いわ。劇中では性犯罪がほとんど扱われなくなったほか、暴力描写も比較的抑えられているぜ。西部警察というタイトルは、西部劇のようなイメージの刑事ドラマ、というコンセプトに由来しており、放映開始時のテレビ朝日の番組広告などには、コンクリートウェスタンと付記されていたわ。コンクリートとは、現代的な都市、の比喩。マカロニウェスタンといったような語からの連想。ストーリー。凶悪犯罪渦巻く東京。城西地区、渋谷区、港区、新宿区、目黒区一帯。大門圭介部長刑事、渡哲也率いる。西部警察署捜査課の刑事たちは、大門軍団の異名で犯罪者から恐れられ、また時には挑戦すべき標的として、名を轟かせていたわ。強固な意志と絆で武装した男たちは、彼らを見守る捜査課長、小暮健三警視、石原裕次郎の指揮のもとに、最新テクノロジーを搭載した、スーパーマシンの数々を駆使して、巨悪に立ち向かうぜ。制作費とその捻出方法。銃撃戦やカーチェイス、爆破シーンが毎回のように盛り込まれた本作は、多額の制作費が要求されたわ。その主要資金源は他番組同様にスポンサー収入であったが、本作の場合はそのスポンサー収入の、金の流れが、通常のスポンサー収入とは異なっていたぜ。民放では、ほぼ全ての番組でスポンサーと局の間に広告代理店が介在して、番組内容に注文をつけるほか、スポンサー料の 10% から 20% を手数料として、徴収する形をとっているわ。大都会シリーズよりもスケールの大きいドラマを作りたいと考えていた石原プロモーションは、増収のためにテレビ朝日との直接契約という画期的な手法を用いたぜ。この場合、広告代理店から無条件に手数料を搾取されるリスクはなくなり、その分を制作費に回すことができるわ。放送局が日本テレビからテレビ朝日に移行したのは、テレビ朝日側がこの契約手法を石原プロに提示したためであるぜ。ただ、石原プロだけでは広くスポンサーを取ることができないため、石原プロは、東急エージェンシーに、スポンサーの取りまとめなどを委託したわ。これにより広告代理店が取る手数料や、メディア企業に渡る金など、本来制作側、石原プロだけでは無理な部分に関わることができるぜ。このため、電通もしくは博報堂が持つ時間枠を、
この時期は東急エージェンシーが持つことになったわ。これらの手法を陰で支援していたのは、裕次郎の兄である、石原慎太郎であったぜ。石原プロは番組の長期ヒットに伴い、30億円の資産を形成したというわ。主要登場人物。テレビシリーズの登場人物は、3作で共通していますが、西部警察パート2以降は、一部設定が変更されているぜ。大門、圭介、エンジ、渡り哲也。警視庁巡査部長。スマステーション、2008年8月9日放送回で、西部警察を取り上げた際、大門の紹介のところで階級は警部となっていた。西部警察署捜査課捜査係、部長刑事、主任格、から、警視庁警部、西部警察署捜査課長。大門軍団の別名で知られる、捜査課の刑事たちをリーダーとして率い、彼らからは団長と呼ばれて慕われているぜ。ただし、先輩刑事である、谷浜南や小暮からは、第三と呼ばれることが多いわ。小暮は、団長さん、団長、とも呼ぶ。一人称は、基本的に当時の警察官または軍人を彷彿させるかのような、自分であり、流行語にもなったぜ。家で明子と話すときは、普通に、俺、と言っている。その他、犯人との交渉などに際して使う。自分は西部署の大門だ、という決めセリフもあるわ。小暮、健三、エンジ、石原裕次郎。警視庁警視、西部警察署捜査課長。現実には、所轄署課長には警部が着任するぜ。ただ、警視庁の所轄署課長は警部で着任し、離任前に警視に昇進することが慣例になっているわ。キャリア官僚として警察庁に入庁し、最年少の警視総監誕生か、と周囲の期待を受けるも、現場を望み、あえて出世コースより外れ西部警察署に赴任。一説には、暴走気味の大門軍団を抑える目付け役だった、ともされているわ。部下の失態を責めることはせず、無茶の多い軍団が力を発揮できるよう陰でサポートしており、捜査用のスーパーマシンも発注しているぜ。警視庁本部などから圧力をかけられた際には、人脈を駆使して跳ね返しているわ。普段は捜査課の奥にある課長室で執務を行い、現実には所轄の課長が専用の部屋をあてがわれるケースはまずない。課長室を用意したのは、小暮不在でもストーリーが進行しやすくするためと言われている。事件が解決すると、課長室でブランデーにて祝杯をあげる。このブランデーは、酒好きで知られた石原裕次郎本人の私物と言われているぜ。愛車は日産ガゼール。パート3では25話31話42話のみと登場シーンが少なくなる。国立、六蔵、エンジ、武藤翔成。鑑識課、鑑識係、院、愛称六三。熟練の鑑識技術で、大門軍団をバックアップする縁の下の力持ち。大門兄弟と共に、テレビシリーズのほぼ全ての回に登場しているぜ。初出演はパート1の第2話。オープニングの出演テロップはなかった。パート1。辰巳、宗太郎、エンジ、勝ち博士。刑事、愛称辰。革ジャン。ただし1、2話では未着用。2、サングラスを着用したリーゼント姿で、ハーレー・ダビッドソンを乗り回す武闘派。口述の鳩村とは異なり、しばしばヘルメット未着用、ノーヘルでハーレーを運転しているわ。権力や権威を何とも思わず、女にも容赦しない暴力派刑事で、喧嘩っ早い核弾頭的存在。松田、たけし、エンジ、寺尾明。刑事、愛称力、力さん。第1話で、小暮が西部署に着任した際の自己紹介では、松田力ですと名乗っているわ。あだ名の由来と本名が一致しない人物の一人。本来は本名をもじった、松もしくは竹になる予定であったが、寺尾本人が気に入らず、当時寺尾と年が近い照明マンの息子の名前を借りて、台本上は竹氏だが、力と呼んでほしいという意向から、この愛称となったぜ。なお、ある事情で本名を名乗れなかった際に、力医師と名乗ったことがあるわ。谷、大作、エンジ、藤岡重慶。刑事、愛称おやっさん、谷さん、大門、源田、谷あん小暮。帽子がトレードマークで、大門軍団の中では唯一着用しているわ。源田と同様にヒゲを生やしているが、伸ばしっぱなしの時や、綺麗に整えられている時とバラバラであるぜ。50歳。当初の案では、何をやらせても七分通りに失敗する。ダメ親父刑事の予定であったわ。源田、浩二、エンジ、狩谷俊介。刑事、愛称源、源さん、桐生、北条。源ちゃん、平尾、ゴリラ、初期の桐生、鳩村。コア表の顔立ち特徴な体格の持ち主で、短い角刈りと口ひげがトレードマークの。最初期は口ひげを蓄えていなかった。見るからに武骨な男だが、お人よしで涙もろく、繊細な面もある。
若い女性や美人に弱いわ。サウンドトラックのブックレットでは大男と紹介されているぜ。金子、陳、エンジ、五代高行。刑事、愛称人、宮崎県出身、宮崎県立赤質高等学校卒業。一般人を誤射したショックから拳銃が撃てなくなったり、犯人にヘロイン中毒にされたり第17話と、刑事としてはまだまだ犯人前であるが、大門や谷によって指導され、刑事として一本立ちしていこうとするぜ。気流、カズマ、エンジ、加納流。刑事、愛称優、優さん、神奈川県小田原市出身。第31話にて、殉職した辰巳の後任として東部署捜査課より着任したわ。柔道三段、剣道三段。小暮が西部署に着任してから初めて、大門軍団に推薦した人物でもあるぜ。登場当初は、辰巳の芝刈りを悼んで、自分に注目しない大門軍団の面々を心よく思っていなかったわ。スマートなイケメン風の新人刑事で、当初は泥臭い体質の、大門軍団に馴染めなかったが、次第に溶け込んでいったぜ。良くも悪くも軽い、現代用語で言う、チャラい、性格であるわ。北条、拓、エンジ、三木博士。刑事、愛称城。初顔合わせ時に、谷の北条だから城とでも呼ぶか。という一言で決まったぜ。谷役の藤岡重慶は、アニメ明日の城で、丹下段平の声を担当しているわ。第55話にて、殉職した金子の後任として東部署から着任したぜ。元白バイ隊員で、空手柔道などの格闘技にも長けており、犯人逮捕時にはしばしば決め技として、回し蹴りを披露しているわ。白バイ隊員時代、犯人追跡時に、一般人女性とその家族を巻き添えにしてしまった責任を感じ、給料の半分を渡すなど面倒を見ていたぜ。そのため、犯人を逮捕するまでは、東部署を離れるわけにはいかないという一年から、西部署捜査課への転属を不服とし、大門軍団に馴染もうとしなかった上、小暮に転属取り消しを談判していたわ。しかし、その犯人が絡んだ事件を大門たちの協力を得て解決したことで、晴れて大門軍団の一員となったぜ。ヒロ、一平、エンジ、ミネリュータ。刑事、愛称一平、一平さん。役名は平野一平卒に由来するわ。自己紹介の際は一平に間違えられないよう。一平卒の一平ですと名乗るのが特徴。第75話で気流の後任として着任。大門軍団の新任刑事のうち、小暮ではなく二宮の推薦で、西部署に配属された、唯一の人物であるわ。二宮曰く、これまで西部署が欲していられなかった逸材。鳩村、英治、演治、舘ひろし。刑事巡査長、西部署特別車両機動隊長兼任。から、捜査主任、巡査部長。パート1第109話から、パート3最終話、およびスペシャルに登場。愛称鳩、鳩さん、ポッポ、団長や源田など、団長、スペシャルのみ、鳩村さん、スペシャルの立場なのみ。オートバイ運転時以外は常に黒のスーツを着ており、パート2からは、黒縁のサングラスを着用するぜ。時代的に規制が厳しくなったためか、ノーヘル姿ばかりが目立った辰巳とは異なり、オートバイ運転時はほとんどジェット型のヘルメットを着用。沢井、玲子、エンジ、布目優子。事務員、愛称玲子、玲子ちゃん。赴任したばかりの小暮に、二宮によって紹介されるが、小暮に両腕を触られ、若い子はいねえ、ピチピチしてて、とセクハラまがいの言動を受けているぜ。山野、よしこ、エンジ、小野田和恵。事務員、愛称みーこ、みーちゃん、よしこちゃん。谷、佐川が、よしこくんと呼んだこともある。沢井の後任として第53話より登場した事務員。宿直の源田を除く、捜査課全員により、歓迎会が催されたぜ。国立曰く、交通課の可愛子ちゃん。二宮、たけし、エンジ、庄司英健。係長警部補、退職時は警視。階級上は、小暮の部下、大門の上司。しかし、大門以下の部下は常に独断専行。彼らにハラハラし、右往左往するが、結局大門軍団の成果に小暮と共に喜ぶという、中間管理職の立場であるぜ。大門は一応二宮を立てている様子はあるものの、部下の刑事たちからは基本的に軽く見られており、事実上、二宮が大門以下から頼りにされているとは言い難いわ。しかし、頼りないながらもどこか憎めないお人よしな人物。性格は温厚で、部下の刑事たちに対しては必ず軍付けで呼んでいたぜ。大門、明子、演じ、小手川優子。大門の妹で、職業は売れない漫画家。本人曰く、劇画作家。ただし写真関係の学校に行っていたという話もあるわ。第一、十三は、愛称亜子。最初期は、一人称が私ではなく、僕であった回もあったわ。大門を兄貴と呼ぶ。
ただし13話、27話、117話、123話では、お兄ちゃんと呼ぶこともあったぜ。似顔絵が得意で、事件の目撃者や軍団刑事の証言から、犯人の似顔絵を作成して捜査に協力することがたびたびあったわ。松田殉職時と大門が誘拐された時には、それぞれの似顔絵を、描いたこともあるぜ。また辰巳の殉職時には、彼を主人公にした、ハーレーの牙というタイトルの劇画を描いたわ。演じる小手川優子は、当時新人女優であったが、石原プロが第2シリーズ以降の出演依頼を、出すタイミングを逸したため、その後は無名の昇明子が演じることになり、職業も漫画家から幼稚園の教員という設定に変更されているぜ。大門、明子、演じ、昇明子。こちらが、演じ昇明子さんの大門明子です。役者交代の影響から、設定も幼稚園の教員に変わり、兄大門への二人称も、兄貴からお兄ちゃんに変わるわ。ただし、第1話の冒頭部分で、兄貴、と声をかけるシーンがある。小手川よりも大柄で、普通の女の子らしさが強調されているなど、キャラクター設定も見直されているぜ。パロディ、オマージュなど。本作の人気の高さから、後述する1999年の再放送以降は、メインキャラクターである大門を筆頭とした、多くのパロディ作品が制作されているわ。人気者でいこう。短時間で素早く大門に扮装できるかを競う、早大門のコーナーがあったぜ。ダウンタウンのガキの使いやあらへんで。菅ちゃん理不尽シリーズの一つで、大門に扮した菅が、一人じゃ様にならないという理由で、メンバーやスタッフから強引に、大門軍団を選ばせ、簡単なゲームをやらせて、ゲームごとに失敗した者を1名ずつ選出、嫌がるメンバーを引き連れ西部警察の1シーンを再現した。なお企画のエンディングには、小暮課長役として、ゆうたろうも登場しているわ。水曜どうでしょう。30時間テレビの裏側全部見せますで、大泉洋と、鈴井孝之が、大門大泉小暮鈴井に扮して、水曜どうでしょうゴールデンスペシャルの生コマーシャルを行ったぜ。1999年12月15日。美味しいご飯、鎌倉、春日井米店。第3話で一家揃って本番組の再放送を見るシーンがあり、渡り哲也演ずる春日井雄平が、最近のテレビはこういうのをやらないからダメなんだ。と苦言を呈するわ。ドラマの制作は同じ石原プロモーションテレビ朝日であり、事実上のセルフパロディであるぜ。クレヨンしんちゃん。13回期再放送が行われていた、1999年から2000年頃にかけて、野原しんのすけが、西部警察の再放送を見たいと発言するなど、本作に言及する演出がたびたび見られたわ。サバゲブ。テレビアニメ版最終回で、国家サバゲブ隊長という、大門に酷似した人物が登場するぜ。本編ではスーパー Z やサファリとおぼしき車両や、パート3のオープニングを模倣したスタントシーンも登場するわ。補足。TBS ラジオで放送されていた、土曜ワイドラジオ東京の、人気コーナー、久米宏の素朴な疑問で、本物のヤクザは西部警察をどちらの立場で見ているか?という質問が取り上げられたことがあるぜ。実際の組事務所に電話をかけて確認したところ、一人で見るときは刑事側、みんなで見るときはヤクザ側を応援する。という回答が返ってきたというわ。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。楽しんでいただけましたか。今回は1979年昭和54年からのテレビドラマ西部警察シリーズの解説をしましたが、いかがでしたか。画像を見るだけでも制作費はもちろんのこと、今ではとても再現できそうにないテレビドラマだったわ。お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、ドラマの象徴であるスーパーマシンですが、次回じっくり深掘りするぜ。言わなかったら、どうなってるんだ?って言われそうですものね。何か気づいたことなどありましたら、コメントしてくださいね。よかったら、高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時も、ゆっくりしていってねー。